皆さんこんばんは。常念司の経済ニュース最前線。はい、今週も始まりましたが、文春法。文春法どうだったんですか？はい、あの不発でした。はい、法が不発で。法が不発で。いやー、ちょっとなんか持ってかれた感あるんですけどね。はい、持ってかれた感あります。あの他の人に。はい。なんかね、あの目を皿のようにして、はいはい、D マガジンでね、まあ買わないですか僕は文春は、はい、D マガジンで文春記事見たんですけど、全然ないんですよ、私もケントさんも。あれと思って、であの加計学園のことも書いてあるしょうもない記事もあったんですけど、読んだんですけど、何にも出てなくて、おかしいなと思ったら、持ってかれちゃいましたよね、こいつに。それはいや間違えた、こっちはね、こいつこいつこいつ、はい、この人ね、あれです、逆ギレ野郎。はい、米倉さん。確かにね、すごいですよこの人は。今週はもうこれ、いやーもうすごいですね。これ産経新聞の記事ですけどね、あの同じ質問キリがないとかね、ね、それから他にも手が挙がってますからずっと質問続けないでくださいとか ね、もう同じ質問が繰り返されてるんですとか言ったりとか、これで会見の質問終わりますとかね、もうなんかいきなり終わりちゃったりね。で報道陣が詰め寄ったんですよ、はい、ね、じゃあ違う質問しますって食い下がると、違うのを言えばいいと思うんじゃ、いいというもんじゃありませんとか言ってじゃあどうすればいいんだ、ガキの喧嘩かみたいな。でこの会見みんな見てますよって言われて ね、見てても見てなくてもどっちでもいいんですけどとか言って逆ギレしてで、あのいっそ、ね、いいです喋らないでくださいとか言ったりとか、もうすごいですよね、はいはい、いやあの本当典型的な悪い例を超えてますねこれね。すごいですよね、危機管理学部を要する大学ですよ日大といえば。危機管理が、危機管理学部何やってんだ日大って感じですけどね、できたばっかりで ね、一番すごいのはね、報道陣がねさすがに怒ってね、そういった姿勢がね日大のブランドを落とすことになるんですよって言ったらね、米倉さんがブランドは落ちましぇーって言って武田鉄矢みたいなこと言ったらしいんですよすげえな、これは持ってかれるわさすがの俺も、ね、やられたって感じですね。でこれあの渾身の記者会見だったようで、これ終わってから米倉さん入院したそうですね。あ、そうみたいですね、はい、はい、でねこの人ね、何者かと思ったらね、あの共同通信の元なんか記者らしいんですよ、で記者時代からこういう上から目線でねなんか偉そうなやつだったらしくて、であのまあ後輩記者相手に逆ギレを演じるというですね、元日大 OB の桜林さん、日大芸術学部 OB と聞いてますけども、やっぱり、はい、あ、ちょっとバレちゃいました。バレてますよ、プロフィール書いてあるじゃないですか。一言のように話してない、はい、私もちょっと大学受け直そうかなと思夢見たんですよね。夢見てですね、あんまり日大言われるもんで夜中にちょっと起きちゃって1時間も眠れなくて、ね、あ、そうですか、はい、なるほど、逆ギレしてみたらいいかもしれないですよ。あ、はい、ブランド落ちませんとか言ってやってみるという。ブランドってね、はい、それ何なんだって感じもしますけどね。いや、そうですよね。でこれに関する、ね、詳しい記事があの文春に出てて、はい、でそれは読んだんですけど、もう明らかにもう監督とコーチの命令でやってますね。うん、はい、そうでしょうね、あの会見を見てもね、そうそうそう、ね、だって潰してこいよって言って、ね、お前やんなきゃ意味ないんだからなって確認して、で実際にこれ会見でプレーは見てないとか言ったけど、大嘘でも写真出てるんですよ動画と、もむっきりのあのボールの方じゃなくて、あの潰しに行ったプレーガン見してましたからね。はいはいはい、もう嘘つきですよ、ね、こいつら、これ危機管理的にどうなんですか。いやーダメでしょうね。ダメですよ ね、やばいですよね日大のブランドが。いやこれだけ準備する時間があったわけじゃないですか、出てくるまでに、はい、それまで何の準備してたんだと思いますよね。本当ですよね、危機管理学部はどうなってるんだとかなり危機管理学部、まあ、自衛隊の ね、OB の方も あのそこに、ね、行かれてる人もいるようですけど、はい、全く危機管理できてないということで、今年1年生で入っちゃった学生がちょっとかわいそうだなと。そうですね、そういう感じですよね、うん、他にはもちろんいい先生いらっしゃるんですよ危機管理学部、はいはい、本当に本当に。でも危機管理学部で今回の対応に関する、まあ、あの客観的な論評を書いたら多分この日大のこの空気だとクビになるかもしれないですね。そこがね、それを感じさせる会見ですよね。あの大学のねやっぱり構造的にその、はい、理事長がね、はい、すごくその力を持ってる、隠然たる力を持ってますよね、はい、いや問題ですねこれね。大学も商売ですね。まあね、困ったもんですね、うん、これね、まあ、ちなみにですけど、あのアメフトでそういうタックルやるのは危ないですからね、はい、そうそう、あのラフプレーっつってもね、あのボール持ってない選手後ろから行くっていうのはねさすがにまずいので、まあ、あの実際にやったあの選手もね、あんまり変なとこ急所やったらやばいと思って、腰じゃなくて一番怪我が少ないお尻にタックルしてるんですけどね。でもそれでも3週間の怪我で、はい、であのなんかやられた方のなんかお父さんがあれなんですよね、はい、維新の会のなんか、ね
ね、あの 議員さんなんですよね、市議会議員のね、ですよ ね、 ね、でホームページにもあのこの会見を見てもとんでもないということで、これまだまだ揉めそうだなということで、困ったなと、危機管理失敗の、まあ、例かな、この会見はないやな、火に油だよなと、ちょっと立ち直れないかもしれないですね。マジですか、マジですか、桜林さんの力を持ってしても、いやいやいや、もう私はちょっと、まあ日芸は日大でも違う大学かもしれないですからね、ある意味ね、そうですよね、別に扱われていましたからね、そうですよね、はい、わかりました。ということで、まあ、危機管理の失敗がね、今世界に広がっているということで、はい、もう 大変な危機管理の失敗をやらかしたやつがいます。はい、こちらです。あ、じゃあすごいことになってる、これ、はい、すごい、まな板の上のエリンギということで、はい、やっちゃいましたね、やっちゃいましたね、まあ、でもまあまあこういうことも一つのオプションとして考え、うん、得るとね、うん、まあ、言ってた方も多かったと思うんですよ。そうですね、はい、まあ、朝虎ノ門ニュースでってある程度喋ったんですけど、はい、だいぶあれからまた情勢が動いたんですけど、はい、まあ、一言で言うと、北がもうひよってると、うん、でもいきなり、ね、あの北朝鮮の高官がアメリカと向き合う用意あるとか言ってるんですよ。いやだったらお前さと、最初のその生きった対応は最初からしなかった方が良かったんじゃないと。だってあれでしょ、あの面談まずあれでしょ、ドタキャンして、ね、シンガポールで会う約束が来なかったんでしょ、それからあのペンス大統領批判するあんな声明出してみたりとか、お前舐めてんのかと、でチャイナに言われてんだっていいよ、こっちも考えあるからということで席蹴ってアメリカ出てきたら、はい、急に対話の用意があるとか言ってね、でも明らかにもう北朝鮮がやってるのはもうあのアメリカを騙しているというふうにアメリカはもう判断して、トランプ大統領は相当怒ったそうですね、これね、はい、そうでしょう、うん、でこの後はね多分何があるかというとね、おそらくですけどアメリカの空母がまた向かってくるのかな、まあ、それぐらいのことはあってもおかしくないでしょうね、ですよね、はい、今結構訓練してるんでしょ、もう訓練はねずっとやってますから、はい、まあ、その訓練の延長で、まあ、いろんな、まあ、揺さぶりですよね、はい、まあ、やる可能性っていうのはあると思いますね、はい、なるほどね、桜林さんのこの防衛ネットワークでは何か情報は来てませんか、ネットワークでは情報は何の特にない、ね、あ、特にはないですか、あ、そうですか何かやるとかいうことに関しては、仮にもしですよ、はい、なんかあの行動ね、はい、取るっていう場合は、はい、あの本当に情報出なくなりますからね、あ、まあね、そういう意味で言うと今情報が出てるタイミングです、出てないタイミング、だからそういうあの訓練は通常通りのものっていうのはやるっていう、ね、あくまでもね、はい、あくまでもね、うん、なるほどね、訓練やってる限りはそこで、まあ、ちょっと何 か、はい、なんかオプション的にあっても、はい、そこは別にね、なるほどね、あ、それはあんまよく分かんないということですか、はい、まあ、今回のね、まあ、このねトランプ大統領の、はい、まあ、そのもう会談やりませんというのに対してね、直前まで、はい、あのトランプ大統領はノーベル平和賞欲しさにね、エリンギのこの無茶ぶりを受けちゃうんじゃないかと、ね、でその変な妥協してしまうんじゃないかということが書かれていて、はい、ウォールストリートジャーナルまで結構それを疑ってたんですよ。それでもアメリカはね北朝鮮の交渉から降りられないみたいな論文掲載したりとかしたんですけど、もう完全にそれが間違ってたと。で今回 CNN は逆にね、せっかく平和になりそうになったのにね、トランプがぶち壊してたみたいな、また変更報道やってるんです、はいはいはい、どうしようもねえなと。で今回何がすごいってね、あのお手紙が公開されてるんですよ、非常に丁寧なお手紙が、ね、はい、読みました、はい、あれね、もう私最後の一文で吹きましたはい、はい、このね最後の一文公開で、This missed opportunity is a truly sad moment in history って書いてあるんですね、まあ意訳すると、ね、歴史的な残念なことですと、ね、これをこの、あの、まあ、この機会を逃したことは歴史的に残念な、はい、ね、大変悲しいことに、なりましたねと、残念ってことですよ、まあ、要はこれ要は、まあ、意訳するとザ・エリンギ残念っていうことです、すごい簡単に言うと、はいね、だってThis missed opportunity is a truly sad moment in history ですか、ね、これはもうかなり爆笑、もうこれ最後の自分読んでも吹きましたよ途中まですげえ丁寧に書いてあって、いや会談はもともとあなたが言い出したもんですよね、はいはい、まあ別にどっちでもいいんですと、平和になることはいいことだし、お宅にもメリットあると思ったんだけど、最近のその態度の悪いな、あのホスタイルな態度は何だと、態度悪いよと、でもう今はそのいい、あの会談するのいい時期じゃないと思ったので、はい、あのシンガポールの会談は開かれませんと、ね、開かれないでしょうと、ね、でそれで最後の一文がこれですよ、はい、はい、もう歴史的に歴史上名を残す非常に悲しい、瞬間でしたねと、この機会を逃したのはと、
トランプ節なんですかね、はい、これもね。そうですね、なんかもう これ書いちゃうかねみたいな、最後ちょっと書いちゃうかなみたいな。そうなんですよ。でさらに言うとね、あのこれ高橋雄一先生が指摘してるんですけど、サムデーなんですよね。あのいや別に話があるなら来てもいいよと。でまたあのサムデー会談を開かれるかもしれない、サムデーっていつかってことですからね、はい、これもあの延期じゃなくて中止ですよ。いやこれ書いた人相当皮肉が効いてるやつだなと思って、でこれに対していきなりもエリニア主運となってですね、対話の用意あるとか言ってきて、いや対話の用意も何もお前ドタキャンしたいってなんだよみたいな。でおそらくね、あの韓国との交渉もそうだし、はい、まあ、北朝鮮との交渉でもそうだけど、もうこいつら本当嘘つきだなと思ったと思うんですよね。明らかに、まあ、核を廃棄するつもりはないということが分かったんでしょうね。そうですね。で CNN の、ね、アマンプールなんかが解説しているのは、はい、もう北朝鮮は核を廃棄する気はないと、ね、断言した上で、でもここまで妥協したのにトランプが蹴ったみたい なんかそういうちょっとなんか微妙な解説でしたね。どこにでもいますよね。もう CNN もわけわかんないですよ、なんかもうちょっとジャーナリストって言っていいのかみたいな声が出てるんですけど、まあそういう感じですよね。でまあ、これに対して北朝鮮が今ひよっていろいろ投げてきたんですけど、はい、まあ、要はですね、今後どんな展開があるかといえば、やっぱりその時間稼ぎとそれから制裁アプリね、もうここだけでしょ。だから結局同じ戦法で来るわけですよ相手も。でアメリカはもうこれでダメだったら段階上げていくしかないですよね。そうするともう一段きつい経済制裁っていうと、まあ臨検ですか、会場の。まあ、そうですね、かなりそれはでも、まあ、ちょっとハードルが高いと思いますけどね。まあ、あとはだから中国がどういうふうに関与してくるかっていうのも試してるんじゃないでしょうかね、ドラムに関してはね。これでもし、はい、チャイナがもう堂々と制裁破りやってきたら、いやこれはちょっと問題ですよね。だからやっぱりそのでしょう、米中の、まあ、経済の問題もあるし、はい、いろんなことで今度はアメリカが中国をということですね。ですね、今中国アメリカは手綱をこう、ね、締めたり緩めたりとかして、はい、中国をコントロールしてるっていう状態ですよね、はいはい、そうすると、はい、まあ、これ普通に考えればそうですよね、はい、みんなでその北朝鮮を、ね、制裁やってるのにチャイナが制裁破りに加担するということになってくると、これはもう米朝対立から一気に米中対立へと、そもそも米中のやっぱり対立構図っていうのがここにあるわけですからね。そうですそうです、もともと米中対立からのスタートなんで、はい、まあそうなんです、水面下にあったそのね米中対立が一気にこの米朝対立をてこにドーンと持てる、これ石兵さん理論によるとですね、朝鮮半島というのは周りの国を巻き込んで戦争を起こした加害者なんだというふうに言ってるんですけど、まさにその大国を振り回す小国ということで、もう北朝鮮ね、面目躍如ですよ、歴史法則通りの今動きをしていると、でその韓国もそういうね、はい、大国を振り回すという意味では歴史の教訓通りの動きをしているということで、はい、でそういう、まあ、大国を振り回す小国にかなりイラついてると、その韓国にもイラついてますよね。トランプ大統領とペンス大統領がムンジェインをくんねんみたいな目で、うさんくさそうな目で見てるの見てます、ね、写真ありましたよね。写真見ました。あれ1枚じゃないですよ、他にもいっぱいあるんですよ、ね、あの時じゃなくて それ以外の時も、なんだこいつみたいな、でトランプ訪韓の時にね、騙し討ちで慰安婦連れてきたりとか、ああいうのにも相当怒ってんじゃないかなと思いますね。日本に来てあんな風にはなんないでしょ。日本にいる時はもう終始にこやかじゃないですか。ですよね、ゴルフ楽しい、ハンバーガーうまいとか言ってて、ね、韓国のやっぱりあれ品がないですもん、やってることが。ですよね。いやだからその韓国は国際プロパガンダがうまいということになってますけど、いやうまいっていうかやっぱり逆効果ですよね。下品ですよね。まあ韓国疲れと、ね、コリアファティギューって言うんでしたっけ、はい、ファティギューって、フランス語ですけどねジュシーファティギューって言ったら私は疲れましたって。あ、そうなんだ、はいはい、ちょっとフランス語うまいでしょ、ジュシーファティギューなぜそこでフランス語、フランス語一応第二外国語だったんです。そうだったんですね。そう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 、ジェトリーフォンセーコムドゥジエルドゥジエムラングイ、さすごいですね、使いこなしますね、こうちょっとしか喋れないんですけど、ニコラは、リヨンで、テキスタイルの繊維関係の会社を経営してますって俺言えるんですよ。それなんかニコラ・ルゴーンというやつが、ニコラ・ディ・リジル・アントプリス・テキスティーラ・リヨンって言うんですけどそれ覚えた、これ覚えた、このフレーズ例文もバル暗記してて、もう一回言いましょうか。ニコラ・ディ・レージ・ラントプリス・テキスティーラ・リヨン。フランス行った時に役立つ。そうですね。ニコラはリヨンでテキスタイルの会社経営してるよって言えますか。タクシー乗った時とかね。そうワンフレーズを覚えておくと。
いいですよ、はいはい、まあいいんですけどね、フランス語講座、すいません、はいはい、フランス語講座ですけど、はいはい、じゃあもういいです、エリニのネタこれぐらいして、はい、最後これです、経済ニュースということで、はい、米議会がですね、ZT 制裁解除を阻止する法案を検討中、どんどんどん、こういうのがだから連動してるわけですよね。そうなんです、そう、今のつながり、実はこれは引っ張ってきたニュースなんですけど、まあ、このトランプ大統領のですね、米朝対話中止というニュースを受けて株価乱高下しまして、昨日大変だったんですけど、今日現在東京市場はだいぶ持ち直しましたね。まあ、ただね、これね、持ち直したといってもね、まあちょっとね、その今日明日の動き、今日明日っていうか今日とかだけの動きで決めるのはまだまだ早いと思うんで、まあ、今後どうなるかについてはですね、ちょうどこの放送が配信される時に合わせて、はい、ジョネ・ゾラダムスからの秘密のメールが配信されて、はい、そこに詳しく書いてあるので、はい、まあ、詳しくはそっち見てほしいんですけど、はい、まあ、いろいろ連動してるんです、こういう経済にも。そうですね、はいはい、で北朝鮮問題がこじれると、その経済にもある程度影響が出てくるよと、はい、でそれはどういう影響かというと、アメリカの通商政策を通しての影響ですと、はい、いうことなんですね。で今ZTE のですね、まあ、制裁が、まあ、出てですね、7年間今チップを販売禁止になったんですね。はい、で今 ZTE の工場のラインが止まってまして、はい、販売活動も全て止まっているので、まあ、相場潰れるのではないかと言われていると。でところがまあ、トランプ大統領はですね、北朝鮮に対するね、まあ、その妥協を迫る上でチャイナを利用して、でそこでチャイナがある程度アメリカの言う通り動いてくれたら、この制裁を弱めてやってもいいよっていうようなディールをやってるんじゃないかと疑われてて、でそういうその、まあ、安全保障問題と通商問題をね、取引するような大統領はダメだとか言って批判されてたんですが、どうもそうじゃねえと、まあ、今回なったんですよね。でその動きがあったので、アメリカの議会がですね、そんな緩めたらいかんということで、まあ、ZTE の制裁解除はダメだよという法案を実は通そうとしているということで、でこの圧力も受けてかもしれませんね、トランプ大統領ね、やっぱダメだよねみたいな。でここはやっぱ筋通した方がやっぱ選挙民的には分かりやすいですよね、アメリカのね。まあ、そうですけどね、はい、まあ、トランプさんがどこまで深い考えを持ってやってるのかっていうね、うんですね。でこれでまあ北朝鮮のまあ会談がおじゃんになったので、 ZTE の問題についてはこれしばらくまた放置される可能性が出てきました、はい、でその制裁緩和についても決まったわけじゃないということで、商務省の長官がなんか今日会見してますので、はい、これ ZTE 問題はこうもう数ヶ月下手すると続くかもしれないですね。そうするともうやっぱり ZTE と取引のある会社とか金貸してる銀行とか金融機関はもうちょっとこうケツが浮いてきますよね、はいはい、こうね、お尻にこうちょっと、もう椅子に座ってられないみたいな、みたいな、浮き足立ってくるみたいな、はい、浮き足立ってくるどころか浮きケツ立ってくるみたいなちょっと状態になって、もう腰がもうちょっともう浮いちゃってる感じで、はい、やばいってなりますよね、はい、そうするとその債務の返済ですよね、はあ、債務の返済スケジュールが滞ると思うんですよ、うんうん、その企業っていうのは利益を上げて、その利益の中から借金を定額で返済してるでしょ。でそれがその今もうほとんどそのセールスがゼロで、はい、だって物作れないわけだから。そうですよ、ね、で雇ってる人件雇ってる人員のスタッフのね、人件費はどんどん出てくし、工場の維持もしなきゃいけないし、ね、でいつチップが来るかわからないという状態で金がどんどん燃えていくと、でそうなるとやっぱ債権者焦ると思うんですよね。でその債権者は一応そのまあこれ何度も言ってますけど、コベナント条項というのをねつけてますので、香港で、上場停止になった時には、はい、コベナント条項発動なんです。でその停止期間が確か14日を超えると発動なんですけど、もうすでに14日過ぎてるので、いつでもコベナント条項発動する可能性があって、でこれでもう債権者の方からもうとりあえず耳揃えて返せっていうことで、はい、契約上のですね、期限の利益を喪失という通告が来ると ZTE 相当厳しいと思います。でこれで1回だからもうブレイクしちゃったんで、ディールが、はい、相当これやばいですよね。で米議会もこれ反対するでしょ。そうですね、だから仮にトランプ大統領はこれでいいよって言っても議会で質疑も出て、やっぱできませんでしたっていうのね、はい、ありますよね。国際連盟作ったけどアメリカ入れないっていうのと同じパターンですよね。これも考えられるので、これもまた波及してくるのかなと、ね、それからその、まあ、今貿易交渉やってますけど、どういうふうな影響が出るか。そうですね、はい、中国がねこう妥協して、うん、まあ、北朝鮮をこうなんとかこう、はい、北朝鮮が中国に今すり寄ってる状態ですよね。そう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 。でもトランプ大統領はすり寄ったことによって態度が悪くなったって考えてるので、チャイナについてもやっぱりなと、ね、やっぱり中国を叩かなくちゃいけないという考えになってるのかもしれないですね。あとこの番組で言ったピーター・ナバロさん外されたって話ですけど、はい、戻りました。すぐに戻りました。なるほど、はい、なので、まあ、そういうのも含めて、まあ、ちょっとこの北朝鮮問題はアメリカの通商政策にいろいろ反映してくるかなと。そうですね、はい、まあ、その影響がどこまで及ぶのか、まあ、具体的にどういうことが考えられるのかというのはちょっともうお時間なんで、あ、
そうですね、すいません、これの先はあの八重洲イブニングラボのジョネトラダムスの秘密のメールの方でお読みいただければと。はい、あの配信後48時間バックナンバー読めますので、はい、お時間ある方は八重洲イブニングラボの方にぜひお越しいただければと思います。ということで今週の経済ニュース最前線これにて終了です。また来週。